はい。今回は、えー、山田隆之が、えー、インスタのストーリーに投稿した内容について、えー、考えてお伝えしていきたいと思います。えー、ロシアとですね、ウクライナの、えー、まあ、<laughs> 緊迫した問題なんですが、 まああの、皆さんもいろいろ思うところがあると思いますので、まあちょっとあの僕なりの、えーまあ、解釈、えーまあ、そちらをですね、えー、お伝えしていこうと思います。えー、この山田隆之っていうね、えーまあ、有名芸能人が、 このインスタのストーリーにアップしたこのロシアとウクライナの問題っていうのは、えー、まあ解釈がですね、様々、まえー、分かれるところであったりとか、まああのいろいろなことが言われるんですが、僕はこの、えー、山田隆之の、えー、まあ <coughs> 投稿内容についてはですね、非常にこの確信をついている、ええー、と、えー、思います。一体何が、まあどういったことなのかっていうことをね、えー、まあちょっと皆様と、えー、まあ考えていきたいと思いますので、えー、今回もよろしくお願いいたします。まあ最初に言いますが、まあ信じるか信じないかはあなた次第っていうことでね、えー、まあ、 今回のような話っていうのは、あの <laughs> 証拠が例えばない、えーね、あと、まあ、例えばその、まあ、陰謀だとかそういった話で、まあ、終わらせる、えー、人もいますが、えー、この山田隆之のインスタストーリーっていうのは、あの24時間で、ねえー、消えてしまったんで、えー、今は、えー、ないんですね。もうな、えー、くなってしまってると。で、えー、ロシアとウクライナの、えー、問題ですが、えー、皆さんはどう思ってらっしゃるかわかりませんが、 僕は思っていることがありまして、日本のマスコミとか、テレビ、メディアで取り上げる情報っていうのは、変更報道って言ってですね、まあ、どちらか何かに偏りを見せていて、真実を伝えていない可能性が非常に高いんですね。嘘とかそういう話ではなく、真実を伝えていないと。で、まあ、これっていうのはね、真面目な話なんですが、 日本のマスコミだけではないんですね。えー、世界のマスコミを、えー、牛耳っている世界の支配層というのがおりますので、えー、この世界の支配層がですね、えー、例えば、まあ、世界の、えー、自分たちの参加メディア、あるいは、まあ、日本のメディアも入ってますが、えー、そこにですね、えーまあ、自分たちが出したくない情報、えー、不都合な情報は出さないというようなことを画策、えー、しているので、 えー、僕たちにはロシアとウクライナの問題っていうのは、えー、真相とか真実っていうのはなかなかわからないんですよ。嘘でもなんでもなく。あの、<laughs> わかってるとかね。まあ僕もあの、まあちょっといろいろ調べて考えたりすることはあるんですが、まあどうなのかなっていう。うん、で、例えば、 ねえ、その、メディア、テレビで報道されているものと、全然違うところに真実があったり、その住んでる人の、ねえ、ロシアとかウクライナのその住人の話が、全然食い違っていたりとか、そういった話があったりもするので、なんだかわからないっていうのが、まあ本当、本当っていうか、まあそういうところなんですよ。で、このですね、山田孝之のインスタストーリーに投稿した話に、準ずる話がありました。 して一つですね、えー、こういった説があります、えー。この説もですね、全てが本当かどうかっていうのは分かりませんが、えー、非常に考えられる、えー、説なんですね。ロシアによるウクライナ侵攻はディープステートの策略であった、えー、といった説があります。<laughs> 真面目な話ですが、ロシアとウクライナ問題を考える際にですね、ディープステート、まあ DS、アメリカ影の政府と言われているものであったり、世界の支配層、イルミナティ13血流っていうものであったり、こういったものに全然触れない人っていうのがおりますが、全くこのロシアとウクライナの問題がわかりません。言葉が悪いですが、わかるわけがありません。なぜかというと、このようなですね、紛争の裏側に何かを 画策すするるものがおるんですよこれっていうのは別に、ね、その陰謀とかっていう話で片付けられるんですが、えー、真相が全く、えー、そういったことでわからないんですね。でこのまあとでお伝えしますが、ねえー、ディープステートとかっていうあアメリカ影の政府あるいはですねアメリカ神話例とか、えー、そういったものっていうのはわからないようにです、ね、世界を裏側からさまざまなことをしているんですよ。でえー、この先ほど言いましたが ロシアとウクライナの問題を真剣に考える際にですね、ディープステイト、あるいはイルミナティ13血流、あるいは、えー、軍産複合体、えー、軍需でどのようにして設けているのか、えー、そのような話、 がですね全く、えー、出てこない、えー、場合ですね。言葉が悪いですが、全く真相部分にかすってもいないと思います。日本のマスコミ、ディープステート、一切言いませんね。えー、イルミナティ13血流、一切言いませんね、えー。日本のマスコミっていうのは全く真相にかすっていない、えー。と僕は思っています。真面目な、えー、話です。で えー、山田隆之っていう有名芸能人がですね、えー、触れてるんですね、これ。これは皆さんどう思うかわからないですが、結構すごいことですよ。僕はこれは、あの、結構すごいことだなと思うんで、えー、それをここから考えていきます。えー、まずですね、いくつか注目点が、えー、あるんですが、まず一つ目、えー、ここからいきます。みんな気づくかなという仕組みという言葉の意味について。 山田孝之のですね、えー、投稿した、えー、内容にですね、みんな気づくかな、気づくかな仕組みっていう、えー、この投稿文があります。これ何を意味してるんでしょうか仕組みってこれ何でしょうか これが先ほど僕がお伝えした、この世界を支配している世界の支配層です。イルミナティ13血流といったものがおり、その傘下のアメリカ C マレ DS ディープステート、軍産複合体といったものがその傘下におり、ロシアフクラ、ロシアウクライナ問題の背後に、このような存在がちらつくということです。 軍産複合体、軍需、こういったものです。表側に出てくるものっていうのは対立関係、紛争なんですが、後ろでその対立関係、紛争をですね、何かしら意図している可能性があるんですよ。そこが掴みきれないからこの問題っていうのは非常に難しいんですが、なんとですね、この山田隆之、この話に触れています。はい。おそらくそうだと思います。 で、皆さんは、これはですね、えー、どう思ってらっしゃるかわからないんですけど、 まあ僕の解釈、えー、ということで、えー、皆さんにですね、えー、お伝えさせていただきます。もちろん、すみません。間違ってるかもしれないです。いろいろ調べてもね、ね、えー、先ほど言いましたけど、日本のマスコミ、メディアというのは真相を語りませんし、真実を隠している、えー。現場に行ってるわけではないんで、ロシア、ウクライナに行ってるわけではないんで、わからないんですが、えー、僕は思うことがありまして、えー、プーチンがですね悪いとかいいとか言われてますが、えー、そんなことも別に問題ではないんですよ。 プーチンは何をしているのかということなんですが、プーチンは、えー、そのイルミナティ13血流と、えーまあ、戦っているっていう、えー、可能性が高いんですね。でえーまあ、プーチンが戦っているこのイルミナティ13血流というのはあの、急性イルミナティっと言われているものなんですよ。昔のイルミナティ、えー。まあ、名前が出ると、ねえー、あれかもしれないですけど、ロ・マル・チャ・マ・イルドという人とかね、うんえー、そういった人なんですよ。で、この… 旧姓イルミナティっていう言葉があるのは何か、昔のイルミナティっていうのがあるのは何かっていうとですね、えー、新制イルミナティっていう、えー、最近のこのイルミナティの勢力が出てきたんですね。 マスクっていう、ねえーまあ、エンジンを開発している人とか、そういった人たちが新生、えー、イルミナティの可能性があります。イルミナティ13血流というのは常に世界の、えー、支配構造を握っておりまして、どちらが勝っても自分たちに損がないような、えー、二項、えー、対立構造でいきます。A と B の二項対立構造でどちらかが争います。もし A が、えー、勝った場合も自分たちが得になる。えー B が勝った場合も自分たちの得意になる。そういったことを入念に考えるんですね。えー、まあ、二項対立構造、あるいは、両輪軸で必ずそういった物事をやると、えー、そういったことなんですが、えー、プーチンが戦っているのはおそらくこの昔のイルミナティ、あるいはディープステートの可能性があります。トランプってあのおりますが、トランプもおそらく同じです。このロ・マルチャルドとか、そういう昔のイルミナティ戦と戦っている可能性があります。 日本のマスコミ全くこの話に触れませんね、うん。この時点で何もこの言葉が悪いですがロシアとウクライナの問題分かりません、えー、表向きはどうなってるかってそういったことではなく表向きっていうのは、えー、紛争対立をしてるんですが裏で何を画策してるのかっていうそういったことなんですよで山田隆之はこのみんな気づくかな気づくかな仕組みっていう、えー、この世界の支配構造の仕組み、えー、これをですね、えー、示唆しました、えー、この人ね言葉は悪いですけどめちゃめちゃ頭いいと思いますよ あの日本では例えばこういった話を陰謀だとかっていうのかもしれないですが陰謀でもなんでもないです、世界の常識ですさらに、えー、山田孝之は、えー、違ったことも語っておりましたのでそのことについて、えー、考えていきます山田孝之は、えー、ゲーム機の写真を出して、えーまあ、このロシア・ウクライナ問題 これについて、えー、触れました、えー。これがですね、えーまあ、なんていうのかな、うんあのー、言葉をかけているっていうか、まあ、ギャグっていうのも失礼ですが、まあ、言葉をかけている、言葉をもじってるっていうことが考えられるんですが、山田隆之は、えー、DS っていうゲーム機をアップしてたんですね、えー。DS っていうゲーム機。えー、DS、DS、ディープステイト。 ディープステートにかけてるんですよ、えー、偶然のはずがないですからね、うん、アメリカ影の政府と言われており、えー、まあ、そのイルミナティ13血流の傘、えー、下におりアメリカ C マルエイトディープステート様々ままな謀略を,を世界で行っております、えー、秘密裏に行っておりますこの、えー、ことについて山田貴之が、えー DS というゲーム機にロシアとウクライナの旗の色を出して示唆しました。えー、何を示唆したのかっていうところなんですが、えー、これもですね、非常に、えー、難しいんですが、山田隆之、頭がいいなと思うことです。ゲーム機にですね、えー、出てるロシアとウクライナの旗の色を、えー、考えて、それを自由自在に操ることができるものが、えー、おる。それを示唆していると、えー、考えられます。 ロシアとウクライナの背後に黒幕がいる。イルミナティ13血流、アメリカ C マレー、ディープステート、軍産複合体、軍需、そういったものが、えー、分かりにくいような感じで、えー、裏側で重なっている。そして、裏側で、えー、確実にこういったものを操っている可能性がある。イルミナティ13血流の存在、えぇ、ー、C マレー、ディープステートの存在。 軍産複合体の存在それを言っております言っていると思われます当然ですがこの山田孝之のロシアウクライナ問題について関心を持っている人は僕以外もおりましたそして皆何を思っていたのかというと思いは一つです有名芸能人でこんなことを投稿して大丈夫なのかってはいそれは僕も非常に思います 山田孝之といえば、皆さんもご存知だと思いますが、非常に有名芸能人です。インスタのストーリーで、本当かどうかわからない。陰謀かもしれないが、こういった話を明かす。これっていうのは大丈夫なのかっていう、その危険が伴いますね。山田孝之はテレビから干される可能性がある。あるいは何かしらで消される可能性があるんではないか。えー、それぐらいの、えー、内容をこの人、ぶっこんできました。この山田孝之の内容は、 えー、ロシア、ウクライナ問題を語るさまざまな人が、えー、おりますが、その中でもかなり、えー、中心部分に、えー、触れていると思います、あのー。今回のこの山田孝之のインスタストーリーもそうなんですが、えー、他の方もそうですが、影響力を持った芸能人が、あるこういった内容に深く突っ込んだ場合、本当にこれ、危険が及ぶという可能性があるんですね。 はい、でこの山田孝之というのはこ今回、このインスタストーリーに、えー、投稿した内容が、えー、これかなり核心、えー、部分に迫ったと、えー、思います。僕がさっきお伝えしましたが <laughs> まあ皆さんも、えー、思うかもしれないんですがこのロシアとウクライナの問題を、えー、考える際にですね、まあ、そのイルミナティっというものは、まあ、世界の試合層でいろいろありますがその13血流という一番上にいるものがおりますが。 まあその、ええー、まあ参加で動,動いている、まあ DS Deep State って言った、まあ、 いわば、軍産複合体です。あの、対立紛争の裏側におりですね、例えば、武器をどちらかに、両方に回したり、どちらかに回したり、そういったものをしているということに関して、全く触れてない人がいますが、言葉が悪いですが、そういった方、ロシア、ウクライナ問題全くわからないと僕は思います。僕も正直言って調べて、わからないことは多いです。何かね、言葉は悪いですが、ロシアとウクライナの、ね、 え、なんか、ちょっとおかしい感じの画像を見て、なんだろう、これ、ね、なんかちょっとおかしいなって、違和感があるなってど、どうしたのかなとかって思って、わからないこともありますが、僕はこの山田孝之のインスタストーリーの内容と同じで、 背後に、えー、この黒幕っていうかがおり、これがですね、えー、様々な暴略、策略を、えー、裏側で繰り広げてるんじゃないかと、えー、思ったっていうことで、今回はこの山田隆之のインスタストーリーに投稿した内容について、えー、まあ僕なりに思うことをお伝えさせていただきました。えー、リスナー様の参考になっていただけるものが、えー、何か一つでもあればと思いますので、今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。